フィリピンの先生が話すスピードがすごく速くて、最初は聞き取れなかったんですよね。急かされるのですごいちょっと詰まっちゃったりとかもしてたんですけど、でもそれはだんだん慣れてきて、今だとちょっと早く言えたりとかするようになって、それは自分でも実感してますね。マンツーマンなので、まず私に合わせてくれるっていう、私ができない単語の発音とか、私ずっとだとかが言えなかったんですよ。だんだとかが言えなくて、でもそれも細かく言ってくださいますし、あとは英語でものを考えれるようになったんですよね。英語の文章を聞いてそのまま日本語に一旦翻訳しなくてよくなったっていうのが一番感じていて、それはすごいなと思いました。カラメソッドだから、この早く早く話すっていうのがあるからこそできたものなんじゃないかなとは思います。なんか他の英語学習の方法と全く方法が違うので、最初は驚くんですけど、それ慣れちゃうと、そっちの方が、ちっちゃい頃多分私たちってグラマーとか考えないで、うん、日本語を覚えたじゃないですか。そんな感じでできる気がして、もちろん文法も大切なんですけど、文法よりももっと頭にあるものをそのまま言葉に出すのが大切だと思うので、それが一番できる方法だと思うんですよね。最初は自分が言いたいことがなかなか口から出ずに、冷や汗でダラダラでやっててつらかったんですけど、だんだん慣れてきたらスラスラ出るようになってきたので、よかったです。今まではリスニングを上げるためにずっと CD とか聞いてたんですけど、実際に喋る訓練をすることによって、なんか英語が今までより分かるようになったっていうのは感じました。今までこんな短期間にこれほどまで英語力が伸びたことはなかったので、すごい満足しています。友達でも結構英語力を上げたくて留学を考えている人がいるんですけど、まあ、やっぱり留学はお金かかるからどうしようかと迷ってるんですけど、これだったらスピーキング力とかを上げられるんで、そういった人には勧めてみたいと思ってます。大丈夫かなっていうのはあったんですけど、でもやっぱりなんか文章読んだりとか文法やってるだけじゃない、今までのこう勉強の仕方とやっぱすごく違くて、本当にこう実践的にいつか使えるようになるための英語の勉強になりそうだなっていうのはすごく思いました。本当に英語を喋れるようになりたい人はこういうレッスンを受けるべきというか、ぜひ進めたいなって思いますね。TOEIC の点数上げたいとかだけじゃなくて、使いたいっていう人にはすごくいいレッスンだと思います。反復するっていう行為が、私は最初はただの反復で最初思ったんですけども、実はそれがお手本、自分もその英語のお手本になっていて、元の英語をまずこういうふうにしたら主語の部分ができて、で、あとのその述語の部分っていうのを自分で自由に動かしていいんだっていう考える余裕ができたと思います。日常簡単なことを言えるようになった。結構自分はその文語体が多かったと思うので、なんか物事を言うのに名詞っぽく集約してしまうとか多かったんですけども、単語で並べれば案外物事が伝わったり、イージーな単語のまとまりが見えてきたような気がします。そうですね、やっぱり初めは本当に戸惑いましたね。スピードもすごい速いですし、本当についていけるのかなっていうのは正直ありましたけど、やっぱり先生が2回質問を繰り返してくれるので、で1回目は聞き取れなくても2回目からはなんとなく分かるようになっていって、自然とスピードにも慣れていくことができましたね。だんだん耳が慣れてきた感じがしました。